おはようございます。おはようございます。なんだ普通の日ですね。今日は普通にサーフィン行って、で今日ね、午後ちょっとスポンサーのアトラスさんっていう整骨院かなにちょっとね、体調を整えてもらいに行こうと思うんで、で千葉にあるんですけど、千葉市内とかにあるんで、まあ様子を撮るんで、ぜひちょっとね、サーフィン疲れた方とかは行ってみるといいと思います。で、まあその前に朝ちょっとサーフィンしてから行こうかなと思うんで、ちょっと今向かってるんですけど、昨日南風がねすごい吹いて、でチクラでやったんですけど、結構チューブっぽくて全然抜けれなかったですけど、結構でかい感じで面白かったんですけど、まあ今日は朝南風吹いてて、でお昼頃にね、北風にお昼前に変わる予報なんですけど、まあちょっとそのギリギリでチクラできるか、まあで良くなかったらね、また和田とかの白塚の方に行ってみてって感じで、まあちょっとチェックしていこうと思います。ちっちゃくなっちゃってさ、人はいるね。うん、あーでもあるんじゃない、ちょい正面のあのレギュラーだね、うん、手前のすごい下がったじゃん。すごい下がった、そこが良かった。早い、うん、風が北になってる、うん、微妙、まあ、できそうなんだよね。人生はとろいっすね。なんかインサイド深そう。サイズは結構あるんですけどね。結局ここがいつものなんかなんだかんだね、どこでもできるんだけど、多分まあどこも人いたもんね。そう、人いたし、あとサイズやっぱここが一番入りやすいと思うから、うん、ここが千歳、うん、とかチクラはワンサイド落ちるし、まあ、風さえ攻撃を受けてなければ、地形もね割といいことができるほど多いから、いつものところです。お気づきの方はいらっしゃいますでしょうか。髪を短くしました。あ、いい感じ、いい感じ。どう？結構新鮮。そう。結構短くないだって。短いか。楽？え？軽い？軽い。触った時にすぐなくなっちゃう。いいじゃん、すっきりしてる。うん、人はマジでいないけどね。え、なんかチクラも千歳も結構いたのにね。そうそうそう、多分ここが早いんだと思う。じゃあ波を、うん、いろんなとこで割れてるって、まあできなくなそうだけど寝癖がすごい海入ったらいい感じ。海入ったらちょうどいい濡れたらちょうどいいスティックだから乾いてる時じゃないか。そうだね、職業的にね。そう、職業的にそういうセッティングで来てもらってるから、乾いてるとバカしてるから、マックスとかセッティングしない面白いちょうど濡れるからちょうどいい。じゃあ海上がりに交互期待で。はい行きます。はい、いってらっしゃい。スポンサー様募集しています。
テレビ整骨院さんで今はい整体やってもらいました。最高に好調があったんで質問させてもらったアトラスと、ミートラさんです。はい、三島雄長と申します。いつもありがとうございます。とんでもない、こちらこそありがとうございます。今回はですちょっとあの何店舗もやってる、はい、ね、今千葉県に今7店舗はいあります、はい、千葉県のどの辺ですか。と千葉市、中央区、はい、稲毛区、はい、緑区、はい、あと船橋市、あと桜市、はいはい、まあその辺で、あるのでぜひあのサーファーの今回もサーファーの方に施術してもらってサーファーの硬いところとかも分かってるんでぜひあの近くの方は寄ってやってみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、またよろしくお願いします。また来ると思うんで、また来たら紹介します。お疲れ様です。お疲れ様です。